どうもネクラーです。今回は、バイスシュバレツっていうカードゲームのチーカワバージョンが届いたので、開けていきます。ちょっと前にね、チーカワのスターターセットが出てて、動画もね、撮ってあるんだけど、これは発売されたばっかりのカードの方なので、こっちを先にアップします。この動画が出た後に、編集が終わり次第、スターターセットのやつと、イブさんのバージョンが出るかなと思います。 開けててこういや、ずーっとね、バイス・シュバァルツのカードの開封動画を上げようと思ってたんだけど、編集がね、全然終わんなくてね、上がってないんですよね。<laughs> で私はカードゲームは、やるものじゃなくて、集めるものだと思ってる人なので、ルールとかは、あんまりよくわかってないです。とにかく、ちいかわの、なんか小さくて可愛いやつと同じで、なんかキラキラして可愛いカードが出ればいいかなと思ってます。 多分レアとかはね、見たらわかるような感じなんじゃないかなと思うので。まあレアはね、結構ねバイスのレアってそんなに出ないんだよね。領収書を抜きまして。2箱も買ったのすごい <laughs> カード系はお友達に購入を任せているので、価値があるものを買ってくれと言っているので、多分ね、レアがすごい可愛いから2箱にしたんだと思うな。 まあそのレアを私はね、見ていないから、どんなのがあるかわかんないけど、うさぎちゃんのね、後ろ姿とかがあるの、そういうの欲しいかなって思います。開けていこう楽しみああ、楽しみ,楽しみ一回シュリンクを開けてサムネだけ撮ってくるね。よいしょ。楽しみだな。よいしょそうだ、サムネの前に、あれだ。 この、プロモカードを一枚見ておこう。おまけみたいなカードなんだよね。パック買いしたらおまけでついてくるみたいなカードかなと思います。何種類かあります。じゃん。うさぎさんだーくのくのあ、ぷん。丸 <laughs> か。のじゃないのか。ぷんうさぎ。かわいい。もう一個。じゃじゃん。ぷん,ん,んくりまんじゅ。かわいい。 プーウサギが3個目、栗まんじゅうが4だから3、4で並んでる。1、2がちいかわちゃんかな。どうだろう多分そうだね。ちいかわ、8割、うさぎ、栗まんじゅう、モモンガとかになってるのかなかわいいですね。じゃあ一回サムネを取ってきます。じゃあ開けていきましょう。まずこの1袋に4枚入ってて、あの箱に10枚入ってるので1箱40枚で、 4枚のうち、1枚は必ずキラキラのカードが入ってます。楽しみ。キラキラカード楽しみ。リアリティはこんな感じ。まあね、スーパースペシャルレアスペシャルはあんまり出ないね。ダブルレアレアノーマルブラウレアは出るかなって感じかな。楽しみ。開けていこう。私は袋も大事にするので、横から開けます。よし、楽しみ。 ま、二枚横から開けたら、あとバサって切っちゃっていいかな。記録用に袋も取っときます。じゃあ、まずは一拍目。じゃじゃじゃん。わー、かわいい見てーって。<laughs> おもんがちゃん。あー、これ。知らないキャラだったから、知らなかったけど、これすごくいい人なんだよね。一つ目さん。次 キラキラだ。かわいいレアですね。かわいい虹色の栗まんじゅう。かわいいね。次が、シーサー。美味しいサーでした。いいね。キラキラのカードは、ちょっと横に置いておきます。次いいな <laughs> かわいい。2パック目開けていきましょう。じゃん かわいい、グレーチーカーは。い。2枚目だな。2枚目が、ブラウレアかなそうだね。ブラウレアは、これの普通カードもあるんですよね。そう、これの裏面が、こうなってるタイプ。すごい、枠だけじゃなくて、この丸とかも全部キラキラなんだね。 かわいい、うさぎさん。妖精さん、うさぎ。テクテクチーカーはこれ3匹集めたいね。と、はあ、横カード。かわいい。いいね。かわいいな。次。被ったらコラージュとかに使えるから、被りも出てほしいね。ああ、でもやっぱかわいいキラキラが欲しい。3パック目。じゃん。 あ、妖精んちいかわが出ました。次がめくれない。次。じゃあじゃん。危ないやつだったのかのキラキラだ。これがキラキラなんだ。レアですね。危険なやつだったのか、労働の鎧さんキラキラになってます。 次が、かわいいバタバタポシェットの鎧さん。これかわいいね。お次が、じゃん。かわいい草むしり検定3級でした。いやー、かわいい。全部かわいい。私手乾燥してるのかな全然めくれないんだけど。次、4パック目。いやいい感じのレア着てほしいね。 あと、後ろ向きのうさぎさん。全員集合とかもあるのかな ?4 パック目。じゃじゃん。かわいい。頑張りチーカー。何のお話の時のだろう。次がじゃん。かわいいこれ、すご。でも、これでもダブルレアだ。すごーかわいいえ、めっちゃかわいい 星の白星ってすごい可愛い。ブリコン音がえ、可愛すぎる、これ。単純に私が星が好きだからなんだけど。こんなキラキラすごいわあ、可愛いえー、可愛い次、じゃじゃん。心が2つある。ちょっと怖いね。次。じゃん。 カブトムシ、これ何の話なんだろうすごい可愛いよね。カブトムシさん可愛い。次。え、めっちゃ可愛い。<laughs> 星あるかな私、キャラクターで星が一番好きだけど、星のカードももしかしてあるじゃん。てか、ちいかわちゃん以外にもポシェットつけてるんだね。じゃあじゃん。可愛いウサちゃん。うらやはやはウサギ。次が かわいい、あの子。この子もかわいいよね。次。わー、これもブラウレアだね。レーザー、光尺じゃん。カブト、あ、ここにカブトムシが出てきたのどうなんだろう。レーザー、断尺だった。あ、でもこっちは光尺だ。 と返せでつだえー、かわいい。よいしょ。え、ブラウレアがさ、すごい豪華。ちょっと枠違うしね。ブラウレアの枠って、こんな感じで、で、その枠以外はあんまキラキラしてるの見たことなかったんだけども、なんか、かわいいね。バージョン違いみたいでいいな。チーカーバージョンって感じ。 次。なんかチーカーコラボって毎回豪華だよね。次が6パック目。じゃあじゃん。かわいい。パジャマパーティーズ。まだ被り出てないよね。パジャマの子。次がキラキラのはず。全然見えない。じゃあじゃん。わー、横のカードだ。横のカードのレアですね。<laughs> 読みづらい。うわー <か>な <laughs> カード名が読みづらい。でもかわいい。次。じゃん。スーパーアルバイターでした。かわいい。かわいいね。いやめっちゃかわいいね。何枚あるんだろう何種類あるんだろう、カード。それ知らないで開けてる。基本レアリティ60種類、パラレル45種類って書いてある。 普通のレア、ダブルレア、ノーマルが60種類あるんだね。で、パラレルが45種類。パラレル弾きたいな次。ブラウレアが出るよりレアとかダブルレアとかのキラキラが出た方が、ちょっとレア度高そうな感じがしていいよね。さっきのモモンガちゃんとかもダブルレアで基本のレアリティなので。そのキラキラだったら全然レアっぽさ出てていいよね。次が7パック目。じゃあじゃん。 いつものはラッコさん。これ何回見てもラッコさんってわかんないんだよね。ラッコって結びつかない。かわいいっていうのしかわかんない。次。パジャマパーティー8割れのレア。かわいい。次が。テクテクウサギ。さっき出たテクテクチーカーは出たよね。 もうわかんなくなってきた。次。草むしり検定5級。です。次。次が8パック目。じゃん。かわいいグデーウサギ。じゃん。パジャマパーティーチーカワのキラキラ。さっき猫さん出たから、あとウサギさんかなそうだね。それで3枚キラキラで揃えられるね。次。 カランクリまんじゅう、かわいい。次。じゃん。横カード。おでにかまわず逃げて、です。かわいい。いや、こいついいやつ。<laughs> 怖いやつかと思ったらかわいかった。次。9パック目。じゃあじゃん。かわいい。元気出た、8割。次。じゃん。 ふりふり8割れとちいかは二人揃ってのカードですね。次。わーぐで8割。かわいい。と。横カード。休みが終わっちゃうよーのカードでした。かわいい。次。ラストこれで10パック目。なので、一箱がこれで終わりですね。いやぁ、ももんがちゃんみたいなんでてほしいな。じゃん。妖精さんうさぎの普通カード。 普通カードは裏側がこんな感じで普通なんですよね。さっきのは裏側もキラキラの殻付きでした。次、妖精38割と、おいしょ。じゃじゃーん。キラキラだ可愛い,い寝れないウサギ。星だ可愛い,いね。やっぱでも、ブリッコモモンガちゃんのあざとさ、 と合わせてたかからさっっきの方がやっぱ可愛いかもこの絵柄やばいよね。この眠れない環境にも合ってますね。夜中なのにみたいな顔。可愛いと、ラスト。テクテク8割でした。まあまあいい感じかな。モンガちゃんとこれが出たから良きかも。ダブルレアだからレアリティ自体はそんなに高くないんだけど。あ、でもダブルレア10種類しかないんだって。 ブラウレアが25種類だから、ブラウレアよりも少ないんだね。おお<ー>。じゃあ割といいかも。ちょっと慎重に場所を移動しましょう。じゃあお次、見ていきましょう。いや、可愛いのいっぱい来てほしい。おいしょ。じゃん。あ、かぶりだ。いつもの。ラッコさんと、キラキラ。新作発売。ポシェットの鎧さん。 かわいい。と、テクテクウサギ。これ多分もう並べられるね。と、草虫で検定5級。<laughs> いいね、いいね。着々と被りも出てきましたね。次。12パック目。じゃん。グデーウサギ。横のキラキラだ。わ、やった やった、登れたよーだって。かわいい。次。カラーハングリまんじゅう。と、横カードのさっきのおでにかもわず逃げて。でした。いいね。横カードもキラキラもかわいいね。次。13パック目かな。もうだんだん数えられなくなってきてる。じゃん。パジャマパーティーズ。かわいい。次。 これはまだ普通だね。ピンクパジャマの子。次がキラキラかな。じゃん。かぶったハークリまんじゅう。<laughs> と、じゃん。スーパーアルバイター。かぶっちゃった。レアでかぶるのはちょっと悲しいけど。まあ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 。次クリまんじゅう。スマホケースに入れたらなんかやばいやつっぽいもんな。キラキラのクリまんじゅう。 スマホケースに入れて歩いてたらちょっと見ちゃう。次。じゃじゃん。かわいい。見て。最初に出たカードだね。じゃん。むちゃくちゃにしてやる。これ好きだから2枚目嬉しい。次がキラキラかな。じゃん。嬉しいさーのレアカード。次が、美味しいさ嬉しいさーの後美味しいさだったね。次。 いいなかぶり、なんかに使いたい。いいね。次が、えー、15パック目だね。じゃじゃん。頑張りちいかわ。次は。キラキラだ寝ちゃいそう8割れ。ダブルレア。次が、心が2つある。と、カブトムシ。いや、可愛い,いカブトムシ。 二枚目か。いいな、カブトムシかわいいな。かわいい。カードっていっぱい飾れたらいいのにね、大きさは意外とあるからさ、並べると結構幅取るんだよね。かわいいやつをうまく飾る方法があればいいんだけどな。今のとこスマホケースが一番かな。あとは透明なロールバーの表紙に挟むとかかな。次。16パック目。じゃじゃん。妖精さんチー下は、じゃん。 やだちいかわのレア。バタバタポシェットの鎧さん、これも嬉しい。やっぱこういうなんかシュールなやつ好きだな。と、草虫で検定3級です。いいね。いやでもやっぱり、スーパーレアと、じゃス,スーパースペシャルレアとスペシャルレアは全然出ないね次。よいしょ。 なんか封入率、カートンで買わなきゃいけないような封入率だった気がするんだよね。次。じゃん。妖精さんうさぎ。じゃん。妖精さん八割。じゃじゃん。キリッチーカーでした。のダブルレア。これも星。かわいい。結構じゃあ星出せたね。と、テクテク八割。星は結構引けてるよね。ダブルレア10種類しかないんだもんね。 何枚出た ?1、2、3、4種類か。4種類かな。10枚中4枚引けたってことだもんね。割といいかも。次。よいしょ。じゃじゃん。引っかかった。危ない。じゃじゃん。元気出た後。じゃん。こ、これは、ラッコ。レアですね。グデー8割れと、横カード。 休みが終わっちゃうような横カードでした。次。あと2パック。あっという間だね。あっという間だけど動画は結構長いか。次。じゃん。グデーチーカは、ブラウレアかーグデーウサギのブラウレア。星がキラキラなのやっぱ可愛いね。と、テクテクチーカは、じゃん。は <laughs> 横カード。かわいい。裏ウレアあんまり私嬉しくないんだよな。なんか違う柄が出てほしい。次。でもなんかやっぱりチーカーバージョンだから、裏ウレアも柄がキラキラしてるのはほんと嬉しい。さっきのレーザー光赦かなり良かった。おいしょ。次。ラスト。20個目。まあもう大満足かな。じゃじゃん。裏やはやは。じゃん。 あの子。ああ、次だ。<laughs> じゃんブラウレアかーうわ、休みが終わっちゃうよのブラウレアでした。と、返せで、活用ん今回はこんな感じ。レアだけまとめてみてみよう。今回は、レアが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 11、12、12枚のレアと4枚。1、2、3、4枚のダブルレア。色被ってないのいいね。なんか3匹とももんがちゃんで集合できてるのは結構嬉しいね。かわいい。と、ブラウレアが4枚でした。いや、このレーザー光着のブラウレアがすごいかわいい。これはすごい嬉しい。こんな感じかな。 まあまあ良かったかな。私的にはまあまあ良かったかなと思います。まあこれ一箱 ?3300 円。一パック330円なので。まあ、気が向いたり見つけたりしたらまた買うかなって感じ。結構ね、他のシリーズも絵柄がいいんですよね。これは白押しとか気合の入り方がとてもいいって感じかな。後ろ向きうさぎさんでなかったね。あと星のカードがあるのかも気になる。まあそれはバラで買った方がいいかもしれないね。 そんな感じです。この後編集が終われば今日はカード開封祭りになるんじゃないかなと思います。ではでは次回の動画もお楽しみにバイバイ